皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はデッドリフト、床から引くか問題について解説をしていきます。ネットで時折話題になることなんですよね。デッドリフトは別に背中を鍛えたいんだったら床から引く必要はないよって言ってる人とかね、いやいや床引きのデッドリフトちゃんとできないとダメでしょと、床引きのデッドリフト強い人は結局背中もでかいんだからちゃんと床引きのデッドリフトやらないとダメだよという人がいたりとかね、いろんなこう意見をね戦わせてる方たちがね出たりする話題なんですけども、これについて今回は私の見解をお話しさせていただければと思います。でまあ結論なんですけどもね、別に床引きのデッドリフトをやる必要はないと思うんですよ。ないんですけど、できるようにはしといた方がいいですよねっていう話ですね。床引きデッドリフト不要派の人が言ってるように、背中の筋肉を鍛える種目っていうのはデッドリフト以外にもたくさんあるわけなんですよね。懸垂ですとかベントオーバーローですとか、脊柱起立筋鍛えようと思ったらバックエクステンションとかね、下半身のお尻とかハムストリング鍛えようとしたらルーマニアンデッドリフトとかバックエクステンションとか、そういういろんなね種目でしっかりと同じ筋肉を鍛えることができるので、別にデッドリフトを必ず床から引く形でやらないといけないかと言われると必ずしもそうではないです。別にご自身にちゃんとした目的があってデッドリフトをやらない方がいいというふうに判断したのであれば、無理して床から引くデッドリフトをやる必要はないです。別にちょっと高い位置から引いてくるようなデッドリフトでもいいですし、膝ぐらいの高さから引くラックプルとかね、トップサイドデッドみたいなやり方で背中を鍛えるっていうやり方がご自身にとって一番ねベストであるというふうに考えるのであれば、床から引くことにこだわらずにそういう高い位置から引くようなデッドリフトのバリエーションっていうのを取り入れていただいて全然いいんですけども、できるけども必要ないと思うからやらないというのと、できないからそのままにしててやってませんとかね、できないから必要ないと思い込んでやらないようにしているっていうのは全然わけが違うわけなんですよ。デッドリフトは必ず必要かと言われるとそういうわけではないです。他に同じ筋肉を鍛えるトレーニングっていうのはいっぱいあって、代替種目っていうのもたくさんあるんですけども、ただその床から引くデッドリフトで必要とされる能力っていうのは他の種目でも必ず必要になってくる能力なんですよね。全身をしっかりと連動させて高重量を扱う技術ですとか、大きな重量が体にかかった時にそれにびっくりせずにしっかりとフォームを保って動くための技術とか、下半身と上半身を連動させて大きな力を出す技術とか、あとはヒップヒンジと言いますけども、その股関節をうまく使って体を動かす技術とか、腹圧を高めて体幹を固めることで腰へのね負担を減らして怪我なくトレーニングするための技術とか、そういうさまざまなトレーニングで必ず必要になってくる重要なスキルっていうのは、床引きのデッドリフトはこれ一つでもうほぼ網羅できると言っても過言ではないぐらい、多面的な筋トレのスキルっていうのを鍛えられるすごいいい種目なんですよ。まあ、だからこそスクワットやベンチプレスと並んでビッグ3と呼ばれているぐらいなので、床から引くデッドリフトをその目的のためにやらなくてもいいと判断したのであれば別にやる必要はないんですけども、ある程度の重量で床引きのデッドリフトはできるようにしていただいた方が絶対いいです。まあ目安としてはご自身の体重の2倍の重量で1回上げれるかどうかっていうところですね。私だったら今体重がね85キロぐらいなので170キロで1回ですね。体重70キロの方であれば140キロ、80キロの方であれば160キロ、まあそれぐらいの重量は床から綺麗なフォームでしっかりと引けるように練習をしていただいた方が、他の種目をやるにしても筋肥大の効率が全然違ってくるので、それぐらいの重量で床引きのデッドリフトができるまではなるべくですねデッドリフトをやっていただいて、しっかりとね体の使い方を覚えていただくっていうのがおすすめです。でデッドリフト不要派の方がねよく言ってますけども、まあ、人間の骨格は結構違うのにバーの位置だけ床に置いたところで一律なのはおかしいというふうに、まあ、言ってる方いらっしゃるんですよね。まあそれもねおっしゃる通りなんですよ。デッドリフトっていうのは背が高くなればなるほど不利になってくる、やりづらくなってくるわけなんですよね。背が高くなればなるほど引くための距離が長くなってくるわけなんですよね。よりしっかり前傾してしゃがんでバーをつかまないと背が高い人っていうのはいけなくなるので、その分ですね腰への負担も大きくなりますし、高重量を扱いづらくなる
っていうのは確かにその通りなんですけども、それでも人間の骨格って、まあ、同じ人間なんでですね、大きくは違わないわけなんですよ。いや、それこそそんなね、 NBA の選手みたいに身長 2m10cm でめちゃくちゃね、こう足も長いみたいな、そういう人だったらさすがに違うかもしれないんですけど、まあ身長ね、まあ、190cm ぐらいまでだったら、まあそんなに変わんないと思いますよ。腰にね、大きな怪我をしたことがあるとか、また別のね事情があるなら話は違ってきますけども、同じ人間ですからそんなにね骨格も違わないんで、その体重の2倍のね重量ぐらいでデッドリフトをするのであれば、まあそこまでですね、その骨格の違いっていうのは大きなハンデにはならないんじゃないかなと思います。パワーリフティングのね競技とかで限界のね重量を競い合うみたいな状態になってくると、やっぱり高身長の人は不利になるとか、まあそういう要素はどうしても入ってくるかなと思うんですけども、まあ、ちゃんと頑張って継続してトレーニングしていれば、まあ、健康な方であれば、まあ、まず達成できるよねっていう、こう数値であれば、そこまでね骨格による影響はないんじゃないかなと思います。もう身長 2m10cm で体重 100kg とかね、それぐらいの人だったら体重2倍でも 200kg になってしまうんで、さすがにそれはね厳しい部分があるかもしれないですけど、まあそれでもね、ある程度の重量でデッドリフトできるまでは、まあやっぱりどんな骨格の方でもやっぱり床からね引く形式のデッドリフトで練習していただいた方が、まあ後々ね、その他の種目でトレーニングする時にもプラスになってくるものはたくさんあると思うので、苦手意識はあるかもしれないですけども、あんまり避けるっていうことはせずに頑張ってチャレンジしていただきたいなと思います。ということで、今回はデッドリフトは床から引くべきかということについて私の見解をお話しさせていただきました。まあ、必ずしもね、床から引くデッドリフトをやらないといけないというわけではないんですけども、ある程度の重量で床から引くデッドリフトができるようになるまでは、しっかりと床引きのデッドリフトを練習していただいた方がいいんじゃないでしょうか。というお話でした。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ビレジェンドでは公式 LINE の方で毎日お得な情報を配信しております。概要欄のリンクをタップ、クリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にもビレジェンドでは毎月新商品を発売しております。お得なセールも開催しておりますので、そちらも概要欄をチェックしていただいてタップ、クリックよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。